新州百名山とは、清水栄一の随筆、我が変歴の新州百名山及び、それを改定した、決定版、新州百名山で選定された長野県の名山100、新州百名山とは別に、品の毎日新聞社が発行した新州百山があり、六十座が重複している。また、長野県山岳協会より、 新州ふるさと百二十山が選定されている。長野市の印刷会社社長で、深田久也のファン組織、深田クラブの会員であった、清水英一が、長野県内の山々を歩き尽くした中から百の、名宝を得りすぐった。長野県は、全国の都道府県中、第四位の面積を有する広い内陸県で、県境の大部分が産地となっている。その上、日田山脈。 基礎山脈、赤石山脈といった高峰は連なる山脈を県域に含み日本の屋根とも言われる山岳圏であって日本の著名な山の多くが集中している。そのため、新州百名山には日本三百名山が六十八座含まれ、そのうち三十座が日本百名山である。清水栄一が著書の前書きに記した選定基準は以下の通り、 1000メートル以上の標高を持つこと山洋がひいで、東高欲の対象となる山であること一つの山脈、または山域の最高峰、または代表的な山であることその頂きが厳密に、長野県内、またはその県境にあること全部自分でその頂きに立った山であること1990年に決定版、新州百名山が再販されるにあたり、1979年発行の、 我が編歴の新州百名山初版の百座から三座が選定し直された。初版では、けなし山、奥山街岳、蛇峠山が掲載されていたが、決定版ではこれらが大初山、のこぎり岳、池口学に差し替えとなっている。けなし山、蛇峠山は、山頂近くまで開発されたことで魅力を感じたため、大初山、のこぎり岳に入れ替わった。 奥さんがいた家は、山陽がやや見劣りすることから、よりふさわしい池口学と入れ替わり、小臭山の付属としての掲載となった。新州百山は、品の毎日新聞が、変わりゆく山と題して、毎週掲載していた、特集記事100本をまとめたもの。山々の開発が進む中で、山と人の関係が変化していることを受け、山と人を取り巻く問題を見つめ、 山の意義を改めて考えることを趣旨としている。地域の生活に根付き、人々に親しまれてきたことに重きを置いているため、有名な山だけでなく、里の山々が多く選定されている。地域の人々の捉え方を優先しているので、地形図に名称の記載がない山、明確な山頂が示されない山も含まれている。長野県の市町村の境界線図長野県山学協会により、 平成の大合併前にあった120の市町村のそれぞれを代表する一座が選定され、新州ふるさと120山と命名された。北新、東新、中新、南新の地域ごとに各120山を一家に示す。ありがとうございます。